動画で見る求人情報、えー、ライカのご説明です。ライカとは、えー、過去のことを結果と言いますね。これ変わらないわけですね。で、現在があって未来があると。未来は、年るが花開くというように、えー、こうなりたいというふうに思えば、それに近づくことができるわけですね。ですから、これから5年先、10年先、えー、20年先、 どんな人生を歩みたいかってことを描くことによって、そちらの方に、えー、導くことができるのがライカです私たちは日々、えー、仕事をしながら生活しているわけですけど、じゃあ、どういうところに就職するのか、どういうところに働き場を求めるかっていうところを、えー、写真と、えー、テキストデータだけではよくわからんわけですね。 どんな会社なのかな、どんな雰囲気なのかな、どんな商品があるのかなっていうことを、やはり動画で紹介することによって、例えば地方の人は、首都圏の学校に行ったけど、企業訪問ができないと、なかなか、そんな時には動画で、うちの地域はこんな場所にあるんだけど、食べるものもおいしいし、住むところも安価に住めるし。 えー、こんな楽しい場所はないですよっていうのはやはり動画で説明する必要があると思うんですね。今働き方改革で残業規制とかそれから、えー、同一労働同一賃金とか、えー、正社員にとっては非常に、えー、過酷な厳しい条件があ出てくると思います。そそんな時にそこののの会社社、えー、職務規定はあきちっっとととと揃ってるかかかね賃金代表とかあ社員との 約束事はあ丁寧に、えー、組み込まれているか。この下にオランダのワークシェアリングというのがありますけど、QR コードの中見ていただくと、ワークシェアリング先進国オランダの事例が出てきます。お巡りさんの6割はパートだそうです、えー。幼稚園、保育園の先生は2人体制で、 月か水曜日の午前中と午後からと木金は別な人が担当するそうです。そうすると、ちょっと変わった子がいても困ったなと思う先生と、あこの子、この辺がとあの魅力があるからこうしたいなってところも出てくるわけです。そんな動画で見る求人情報、これが私たちが今目指している、ライカという事業です。 ぜひ皆さんの会社も、えー、面接をする前に、ネットでの面接があれば、より良い効率的な人材確保ができるのではないかと思っております。